はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おたけまじゃございます、本日はですね、なんと昨日バグで赤外線スコープが外れないという状況で終わってしまいました。そこで、やり直してここまで戻ってきたというところですね。結構前だったんですよ、セットポイントが。さあ、そこからやり直していこうと思います。何？さあ、ではやってまいりましょう。よいしょ。ここで、はい、ってことで、これと、それから、これですね。お、お、大丈夫？こけないで。こちらスネーク。聞こえるか。あ、聞こえる。はい、これも昨日やりましたね。では早速。自信がない。スネーク、頼む。わかった。任せろ。お前に狙撃の技というのを見せてやる。しっかり見物しておけ。俺が狙撃するのは、お前が PSG-1 のスコープで見ているあたりだけだ。俺が撃っている間も PSG-1 でエマの周囲を警戒しておけ。はい。おお、さすがスネーク。まさにお手本。任せて楽ちん、スネークさん。おお、さすが伝説の。どこまで行くの？あそこまで行くの？
着いた着いた。えらい遠くやな。いる？いないいない。頑張って、エマチ。合わないな。バンプ。そのチラッていうのやめて。ライデン、エマが刺された。なんてこった。傷はどうなんだ。意識はしっかりしてるが、出血がひどい。すぐそっちに運ぶ。いい。ライデン、ディスクを持って早く来てくれ。時間がもうないかもしれん。わかった。
スレイク、そっちの状況は？エマが GW の自己防衛機能を一時無効化してくれたらしい。あとはお前のディスク待ちだ。急いでくれ、エマの体力が持ちそうもない。出血がひどいのか？ああ、早く来るんだ。敵の心配はいらない。奴らアーセナルに乗り込んだようだ。もう誰も残っていないはず。わかった。シェルワンに到着した。あ、オイルフェンスは無事渡れたようだな。ジャック、急いで。エマさんは電砕室に着いてるみたいよ。エマに君の持っているウイルスを入力させる以外、アーセナルギアを止める方法はない。一刻も早くシェルワン中央棟 B2 の電砕室に向かってくれ。エマの容体はかなり良くないらしい。急いで、ジャック。シャフで一気に抜けよう。エマ、内臓をやられてる。出血もひどい。兄ちゃん、ここにいるよ。ディスクは？
下準備はエマが全部やってくれた。あとはディスクを入れるだけらしい。これで AI にウイルスが侵入する。うまくいってるの？エマを信じろ。交代エージェント、接続が断たれた。ウイルスは全部入ったの？いや、表示は 90% で止まってる。オタコン、エマを間違うわけがない。だがワームクラスターの一部が改ざんされていたのかもしれない。エマの手を離れた後に愛国者たちが。ウイルスはちゃんと機能するのか？わからない。お兄ちゃん、うまくいった？あ、心配するな。これでお兄ちゃんの家系に仲間入りしなくて済んだ。そうだな。ウイルスが効かなかったらあれを破壊する。もしくはソリダスたちを倒すしかない。どうやって乗り込む？いくら俺でもあいつには潜入できない。中から手引きでもしてもらわん限りな。お兄ちゃん、私本当は。なんだ？会いたかった。僕を恨んでるんじゃ。私、お兄ちゃんを困らせるつもりなんか、苦しめるつもりなんかなかった。アーセナルに関わったのもお兄ちゃんの歩いた道をなぞってお兄ちゃんに近づきたかったから。振り向いてほしかったのはお兄ちゃんに、一人の女として。いい、それはできない。そんなに正直に否定しないで。辛い。悪かった。最後にお願い聞いてくれる？何？名前呼んでくれる？エマって。え？私をエマって呼んで。最後とか言うなよ。いいじゃダメかい？え、名前。エマ、聞こえないのか？僕が君の前から去った理由はあの事故じゃない。僕は君のお母さんと関係を持ってたんだ。誘惑された。そのままズルズルと。モテるね、オタコンは。親父の事故、あれは自殺なんだ。全て僕が悪いんだ。許してくれ。
総員、ビッグシェル上部からの退避を開始せよ。ここを切り離すつもりだ。どうなるんだ。沈む。人質を何とかしないと。カモフの整備は済んでる。全員は乗れないぞ。乗れるだけ乗るしかない。彼女も。連れてはいけない。これよりカウントダウンに入る。ビッグシェル上部に残っているものは直ちに太平エリアに入れ。生きてる人優先だね。そりゃ悲しいけど。いつも僕だけが生かされる。なぜなんだウルフ。オタコン、人質を頼む。君たちは。俺たちは乗らない。俺たちはあれに乗る。ウイルスが発動しなかった場合、海に沈める。僕が変わりたいよ。お前にはお前の役目がある。分かってる。僕には荷が重すぎる。違う。人質を救えるのはお前だけだ。分かるな。あれを二人の力で破壊するのはおそらく無理だ。奴らを排除するしかない。頼むぞ。重量オーバーでも何でもいい。岸までたどり着けばいい。任せてくれ。二人の友情が熱い。いつも一人だった。いつも孤独だったんだ。愛情に飢えてた。誰かに愛されたかった。いつもそれを思い描いていた。それを待っていた。でも違うんだよ。人から愛されるのを待っていてはダメなんだ。僕たちでも人を愛せるんだ。僕は4年前、それがようやく分かった。幸せな家族を羨むんじゃなくて、幸せな家族を作ることができる。それが分かったんだ。僕は愛することを学んだ。エマ、君も人を愛せるんだ。大丈夫なのか、あいつ。やつは強い男だ。必ずやり遂げる。どうやってここを開ける。いいぞ忍者。
どうして？あれは発信してしまう。お前にはまだやってもらうことがある。今度こそ。しくじ。スネーク、どういうことだ？ライデン、悪いが眠ってもらう。動くな！裏切ったな。裏切る？一度も仲間だとは言ってないぞ。くそ。お前は？さ、覚悟はいい？覚えてるわよね。これまでの潜入データをセーブする？セーブします。潜入データをセーブしたわ。生きているのか？オルガが捕まえたのです。またゲノム情報も調べましたが、正体がつかめます。 NSA、CIA、FBI、 どこのデータベースにも存在しません。またこの存在しない機関ならぬ存在しない男です。だろうな。だが私はこの男を知っているぞ。ん？起こせ。久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった。大量のインプラント、奴らに記憶もいじられたか。三角。こいつは私の息子。何もかも私が教えてやったのだ。ジャック、お前にまた会えるとは思わなかった。なぜだ？なぜ俺の名を？まだ思い出さないか？お前にその名を、そして殺しのすべてを教えてやったのは私だ。1980年代、内戦。あの戦いで活躍したチャイルドソルジャーたちの中でもお前は一目置かれる存在だった。わずか10歳でスモールボーイユニットの小隊長になり、誰よりも殺した。人はお前を白い悪魔と呼んだ。あるいはジャック・ザ・リッパーと。ジャック、私がお前の名付け親だ。内戦終結後、救済センターを抜け出し、どこで何をしていたかと思えば。そうか、お前も奴らに飼われていたとはな。
面白い偶然ですな。やつらの手先ならば喋るだけの情報も与えられていないだろう。どうします？お前の言う使い方を試してみよう。デッドセルたちは好きにさせておけ。またか。まさかあの男もここに。1時間後にアーセナルギアのお披露目を行う。通常兵器での攻撃を。予定通りな。GW の方は順調です。兵員の装備は？ない。これまでの武器装備を吐き、全てアーセナルギア装備に。ビッグボスに瓜二つですね。そうか、この小僧にも少しは感謝しなくてはな。嬉しそうだな。確かにこのシチュエーション懐かしい。ここはどこなんだ？アーセナルギアの体内だ。しかしシャドウ・モセスの記憶の中でもある。もう用は済んだろ。これは返してもらった。邪魔が入った。また後で話そう。動かないで、そのままで。カメラで見られている。一体君は？体内通信に切り替える。ミスター X も忍者も。そう、私。君はロシア兵のリーダーじゃなかったのか？いいえ、それは表向きの役割。表向き？ええ、本当の役割はあなたのサポート。俺のサポート？誰の命令で？大佐か？いいえ、愛国者たち。なんだって？私は部隊のみんなを騙し裏切っている。どういうことなんだ？子供が愛国者たちに囚われている。2年前あのタンカーと一緒に父を失った後、行くところのない私たちはロシアとつながりのある非合法組織に拾われた。マフィア？そう呼んでもいい。だけどそこが愛国者たちの下部組織だと知ったのはずっと後のことだった。身重だった私は何も知らずに奴らの病院で子供を産んだ。目が覚めた時はもうあの子は奴らに奪われていた。今もこの国のどこかで暮らしている。会ったことは？ないわ。月に一度ネットワーク経由で映像が送られてくる。私はまだあの子をこの手に抱いたことはない。そうか、そういう事情なら仕方ないさ。誰も君を責められない。そうかしら。スネークとは？彼とは敵対していたんじゃ。彼らは父の仇じゃなかった。命の恩人だったのよ。2年前沈没するタンカーから私たちを助けてくれたのは彼らだった。初めから組んでいたのか？いいえ、事実を知ったのはついさっき。え？ここで戦った時。スネークと戦った？いつ？ちょうどあなたが女の子と手をつないでいた頃ね。あいつ。手を組んだのは恩返しってわけか？いいえ、相互利益のための協力ってところね。利益？あなたをサポートすること、それが私に課せられた役割。ソリダスがアーセナルを手に入れればあなたの任務も失敗。私も役割を果たせなかったとみなされる。愛国者たちはあの子を殺すわ。だからあなたたちを助けることがあの子を助けることになる。全ては子供のためか。だがなぜ愛国者たちが俺を助けようとする？ソリダスを倒すためか？いいえ、あなたも私と同じ骨の髄まで利用されている。何を言ってる？ S3 計画。ん？いずれわかる。
その辛さを克服できるかどうか。どういうことだ。時間がない。ソリダスは今にも攻撃を開始する。奴を止めなければ。ウィルソン、まだ効果は現れていない。やはり愛国者たちが手を加えていたようね。聞くのか。わからない。これを外してくれ。今はできない。私がここを出てから拘束を解除する。俺の装備は？スネークに預けた。ここでは渡せない。彼はどこに？この先に格納庫への通路がある。そこで待っているはず。格納庫へのカードキーも彼に渡してある。スネークはアーセナルギアを破壊するつもりなのか？いいえ、完全に破壊することはいくらスネークでも無理。だからソリダスたちを倒すしかない。君はどうぞ。私は潜伏する。それが役割。まだ奴らに気づかれるわけにはいかない。礼がいっぱい。俺がこんなこと、いずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから覚悟して。大丈夫？ああ。ジャック、ソリダスの話、本当なの？本当だ。信じられない。そんなことが。子供を徴兵したり、戦闘グループに参加させたりすることは禁じられているはず。法律なんて、戦場での歯止めにはならない。今現在も戦闘に参加している子供は30万人以上もいる。俺もそのうちの一人だった。覚えてたの？記憶を操作されていたんじゃ。いや、毎晩うなされていた。過去の断片に。なぜ今まで言ってくれなかったの？君に理解できるはずがない。そんなの言ってくれなきゃ分からないじゃない。君を苦しめたくなかった。俺には戦う理由などなかった。物心ついた頃から銃を握らされていた。あいつだ、あの男に。でもそれは罪じゃない。一日を戦えば褒められた。食事にありつけた。屋根のある寝床で安眠することができた。最初に AK を握らされた時はまだ6歳だった。いや、年齢も定かではない。ジャック。俺はスネークとは違う。戦いに疑問を感じたことなどなかった。目的があったわけでもない。出口のないトンネルをただ銃を突きつけられて歩くことを強いられていただけだ。銃を取らない奴はみんな殺された。あなたを責めるつもりはない。毎日ハリウッドのアクション映画を見せられた。マッチョな男が銃を持って戦う映画だ。イメージトレーニングと言ってな。俺たちは作られた。キリングマシンとして。日に一度の食事にはガンパウダーが混入されていた。ガンパウダー？火薬のこと？そうだ。ガンパウダーには幻覚作用をもたらすトルエン成分が含まれている。麻薬漬けにされたんだ。そんな。内戦が終わって生き残った俺たちは保護された。それからはこの国でさすがに衣食住に困ることはなかった。しかし今も何も変わってない。俺たちの過去を黙認してくれるのはやはり闇の世界しかなかった。毎晩うなされる。忘れることはできない。ジャック。夜が怖い。だから君の隣では眠れない。言ってほしかった。何を？これが根っからの殺し屋だったってことか？そうじゃないわ。この世で一番憎むべきもの、それは自分の過去だ。誰にも知られたくはなかった。君にも。俺がこのミッションに選ばれた理由がようやく分かって。あの男を倒すために。あの男を倒すにはこの俺でなければならない。この日のために俺は奴らに生かされていたんだ。ソリダスに会って分かった。ジャック、信じて。私、今のあなたが好き。私、確かにあなたのことを何も知らなかった。
どこで生まれてどう育ったか、今日までね。でもこれからもっとあなたを好きになる。あなたの過去も受け止める。無理だ。他人が俺の過去を背負うことなんかできっこない。俺には恋人たちが語り合うような楽しい過去はない。みんなそうなのよ。楽しいことばかりじゃない。辛いことや悲しいことを共有するから、ジャック、信じて。俺は俺の過去を誰とも共有したくはない。ただ忘れたいんだ、ジャック。私もあなたに自分の過去を。ロース、君と過ごした2年間は本当に楽しかった、ジャック。でもそこまでだ。それ以上は踏み込めない。君が俺のプロポーズを心待ちにしていたことは知ってる。それは…でも、俺にはできない。俺には家族を作ることはできない。あの体験を白紙に戻すことはできない。ジャック、わかった。それ以上言わないで。大事なところを押さえて。ここなんかあるの。薬、風邪ひくよ。これ何、風邪を治すことができる。風邪ひくっていうか本当に風邪薬なんだ。からライデン、いいか、任務を続行しろ。なんかおかしいぞ。装備がない。スネークを探さなければ。あの男はシミュレーション要素には入っていない。あの男に構うな。裸ではどうしようもない。ここはかなり室温が低い。そうだな。その格好では攻撃もエルードもできない。装備はスネークが持っているらしい。ライデン、ソリダスたちを倒せ。アーセナルを無傷で奪い返すんだ。大佐、あんたは愛国者たちの命令で。君の今回の役割。いや、任務は単独潜入してテロリストを武装解除し。また役割か。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ。役割を演じ切るのだ。大佐、思い出したんだ。なんだ。俺はあんたに直接会ったことがない。一度もな。任務をシミュレーション通りに完遂するんだ。大佐、あんた誰なんだ。それ以上の詮索は無用だ。ローズマリーはこちらが預かっている。それはどういう意味だ。いいな、ライデン。もう一個の出口は何かあるの。開かないと、こっちは。オッケどうしたんだ。うろたえるな。これはゲームだ。いつものゲームなんだ。長時間プレイすると目が悪くなる。何を言ってるんだ。ライデン、聞いてくれ。先週の木曜のこと、私は車で家に帰る途中だった。家まであと2マイルほどのところ、ふと目を上げると東の空にオレンジ色の光る物体が見えた。
とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、辺り一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。どう思う？どうって？わかった。もういい。は？敵要塞、アウターヘブンに潜入。最終兵器、メタルギアを破壊せよ。やばい。そっちか。やばい。ライフがないよ。しかし、ずいぶん長い間ゲームしてるな。他にすることはないの？あった。いや、そんなにやってないと思うんだけど。まだ47分だよ。今日は。しかし、ずいぶん。誰かいるのか。こんなん無理。言うべきか言うまいか迷っていたことがあってな。やはり言っておこうと思う。大佐が壊れた。先週の土曜日の朝、ローズ君の部屋から男が出てくるのを見たんだ。なんというか、そのとても親密な感じだった。すまない、任務中にこんなことを。バラエティレベル13。ゲノラの逆襲。メリルを助けろ。
大丈夫ジャック、私があなたにプロポーズして欲しかったっていうのは本当。ローズ、不安だったの。あなたは私を見ていない時があるみたいで、ちょっと目を離すとどこかに行ってしまいそうで、あなたを捕まえていたかった。一緒に暮らせば何かが変わるんじゃないか、変えられるんじゃないかって気がしてた、でも問題はそんなことじゃなかった。もっと根本的な。すまない、やっぱり私には無理だった。なんだって？ごめんなさいチャック、愛してる、本当よ、それだけは信じて、何があっても。ローズ、じゃあね。おいおい、また巻き舌宇宙で有名な紫ミミズの剥製は腹切り岩の上で音叉が生まばたきするというらしい。尿ハサミ61。意味がわからん。ベイカー社長は地下2階で君が壊した壁の南のエリアに捕らえられているはずだ。テロリストが起爆行動を聞き出す前に彼を救出する。それはもう前、なんだ今の。君の任務は武装要塞ガルエードに潜入し、捕虜を救出してメタルギアの組み立てが終わる前に破壊することだ。私よ。ああ、ローズか。ジャック、私、謝らなきゃいけないことがある。さっきのことならすまなかった。違うの。なんだ。2年前あなたに初めて会ったフェデラルホール、あれは偶然ではないの。私、あなたを監視するように。俺を監視？そう、愛国者たちに雇われて。スパイ？そういうことになる。その言葉は嫌いだけど。聞こえてる？俺と体を重ねたのも任務だというのか。あなたと恋に落ちたのは。卑劣な。言い訳はできない。この2年間あなたの私生活をレポートしていた。あなたの行動、言動、細かなことまで。さぞ楽しかったろうな。でも報告してないこともあるわ。私の気持ち。今回も最初からそういうことだったんだ。俺が迂闊だった。君のようなアナリストを極秘ミッションに参加させるわけはない。悪いのは私。俺はどこまでも利用されたわけだ。私はあなたに気に入られようと必死だった。あなたの好きな髪型、服装、仕草、話題、あなたが好きと言ってくれた私の髪も目の色も嘘なの。俺のデータを調べ尽くしたんだろ。それが任務だった。まんまと引っかかったわけだ。でも本当の自分を、本当の私をあなたに愛してもらいたかった。私にはそれが辛かった、それが悲しかった。私は疑似恋愛を強いられたの。あなたを騙し続けることよりも自分を騙し続けることの方が辛かった。あなたが私を強く愛してくれればくれるほど、あなたが愛しているのはマニュアルに従った私。つまり俺の方も疑似恋愛だったってことか。ゲームだったんだ、ジャック。それを聞いて少しは気が収まった。え？嘘の人格を愛していたんだ。いや、愛していたつもりになっていた。嘘の相手を愛することで嘘の自分を演じていた。俺は本当の君を知らない。俺が知ってるのは嘘の君だ。今話している君じゃない。それだけは分かった。だから俺は奴らに騙されたわけじゃない。ジャック、私演じていたつもり、それが任務だったから。でもあなたを愛したのは全てが演技じゃない。俺を信じろというのか。ヒースさん、君にもいろいろ事情があったんだろ。
それはわかる。でもこれで…ジャック。え、私、お腹に…お腹に…私、妊娠している。あなたの赤ちゃん…どうした、ローズ。その格好でよく来れたな、スネーク。待たせたな。かっこいい気だ。待たせたな、来た。えし、俺の装備はそこにある。よし、それでいい。武器と装備品はお前が捕まった時のままだ。悪かったな。アーセナルに潜入するためにお前を出しに使わせてもらった。おかげでうまくいった。オルガのことなぜ黙っていた。聞かなかっただろ。気に入らんか。うますぎたことだ。気にするな。ウイルスの効果はまだ出ていない。やはり愛国者たちの仕掛けが。らしいな。アーセナルはマンハッタンに向かっているようだ。ソリダスが何をする気かは分からんが、俺たちで何とかするしかない。この先に量産型レイが待ち構えている。何機。オルガが言うには25機。25機、はあ、俺もそれだけのメタルギアを相手にしたことはないが、いけるだろう。とても相手にはできない。だがやるしかない。どうやって。スティンガーミサイルを補給しておいた。そうだ、オルガからこれを預かった。なぜこれを。オルガからお前に渡すように頼まれた。刃物は俺の趣味じゃないしな。右スティックを上下に振れば上下に切り、左右に動かせば水平に投げ払う。一回転させれば回転切り。押し込めば突きが出せるはずだ。L1 ボタンを押している間、ブレードで防御ができる。銃弾くらいなら弾き返せるだろう。セーブできんの。バラエティレベル7、迫り来る UFO を撃ち落とせ。UFO に侵略されたら訓練中止だ。ベルトコンベアの分岐点があるようだ。何かの仕組みで機械が勝手に荷物を仕分けしているんだろう。機械をよく見てみるんだ。こちらビッグボス。右端のトラックへ入れ。お、連続通信機ドラマ「アイデアスパイ通販」第1回。ニューヨーク、人々の欲望を渦巻くこの大都会では、今日も誰かが何かを買い売り、そして捨て、平和に暮らしている。だがそんな平和の裏側で、粗悪な商品を売りつけ私腹を肥やす悪の組織ジャンカーエクスペンシブ社が暗躍していた。
汚れなき市民を巧みに欺き、ガラクタを高値で売りつける JE の野望を打ち砕くべく、FBI は極秘に対抗チームを結成。悪の通信販売会社 JE から市民を守るべく誕生した極秘スパイ、その名も通販。PSG-1 を手に入れたんだな。それがあればスナイパーウルフに対抗できるはずだ。メニルを助けてくれ。やばいな。中国では欲多ければすなわち性を破るっていうことがあるの。欲をかくと体を痛めることになるっていう意味を。アイテムを取るのに欲張りすぎると怪我をするわ。気をつけてね。中国にはね、ヒップの言う一人に適するものなりっていうことわざがあるの。むやみに戦いを求める愚か者の勇気は一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。スネークはたった一人で敵の中に潜入してるんだから、やたらと戦闘を仕掛けたりしないで慎重に行動してる。完全に壊れたな。まさか君は不正な手段でインチキなスコアを出そうとはしていないだろうな。それは最悪の行為だぞ。まったく。君の任務は武装要塞ガルエ。さあ行くぞ。はい、弾薬が足らなくなったら俺のやる。あんたの弾は？心配いらん。無限バンダナだ。なんだそれ。スレーク、待ってくれ。どうした？スレーク、人を殺すたびに喜びを感じたことは？どういう意味だ？わからない。これが現実なのか、ゲームなのか。現実感の欠如、VR 訓練の影響だ。いや、現実に訓練されたんだ、子供の頃に。スネーク、俺は嘘をついた。実戦の経験をしている。 VR の影響じゃない。ライデン、俺たちは人を傷つけるために銃を握っているわけじゃない。ましてやどこかの政治家のためでもない。あんたは伝説のヒーローだ。俺はジャック・ザ・リッパー、封印された歴史の終わり。伝説でも何でもない。俺も利用されただけだ。俺もお前と同じだ。あんたの行動は語り継がれる、正当化される。人殺しが正当化されることなどない。正当化される時代もない。俺たちは自分の功績を残そうとしているんじゃない。ならあんたやオタコンは何のために戦ってる？俺は未来のために銃を握っている。いいか、つまらん殺戮に手を貸すのはこれで終わりにしろ。俺はどうすればいいんだ？信じる者は自分で探せ。そして次の世代に伝えるんだ。何を？自分で考えろ。はーい。行くぞ。はい。スネーク、ライデン。オタコン、無事だったか？うん、人質もみんなね。それはよかった。君たちの方は大丈夫かい？今のところは、ただ。ただ？大佐の様子がおかしいんだ。おかしい？ああ、一体どうしたのか。妨害電波？わからない。大佐はどこから指令を？わからないんだ。俺は大佐に会ったことがない。調べてみるよ。頼む。他にも何かあったら無線連絡をくれ。サポートできると思う。周波数は 141.12 だ。
遅れだ。あれブレードはこれか。ないんだよ。こっちこっちこっち。これ全部倒さないとダメ。バカ者。バカ者って怒られたよ。先に行くんでしょ。分かったよ。お、ライデン、大佐のことだけど分かったんだ。君の大佐がどこにいるのか。どこだ。そのアーセナルの中。何、いろいろな要素を検討したんだけど、中継ではなくアーセナル内部から発信されているとしか考えられない。それに暗号化コードが同じなんだ。 GW アーセナルの AI と。どういうことなんだ。つまり君が喋っていた相手はAI なんだよ。嘘だ。本当だ。正確には GW そのものじゃない。おそらく GW からの信号が君の脳内ナノマシンを動かし、脳の使用されていない上長部分の神経配置を機質操作して大佐を発生させるっていう仕組みだ。つまり大佐は君の脳の中に存在する。バカだ。でも事実なんだ。大佐の様子がおかしくなっているのは多分あのウイルスが GW に効き始めたせいだと思う。全て幻。では俺が今までしてきたこと。ライデン、スネーク、どういうことなんだろう。分からん。俺に言えるのは、俺の目の前にいるお前は幻じゃないということだけだ。お前は確かにここにいる。どうする。やめたければやめてもいい。いや、やめるわけにはいかない。行こう。ライデン、ローズ君が奴らに拉致された。何だって。ローズ君は戦争に捕らえられている。罠だぞ。助けて。ローズ。落ち着けライデン。しかし奴らの罠だ。大佐は存在しない。ローズを拉致できるはずもないだろう。そうか、そうだな。そうだ。そう、ローズも存在しない。何を言ってるんだ。彼女は。いや、ひょっとしたら俺は彼女と会ったことすらないのかもしれない。何よ。大佐が俺の脳の中にしか存在しない幻だったように、彼女も、彼女との思い出も。結論を急ぐんじゃない。大佐が存在しないという結論を出したのはあんたたちだぞ。ライデン、オルガが言っていたのはこのことだった。おかしい、おかしい。びっくりした。何が起きたのか思ったら
そういうことか。ダミーか。やっと会えたわね、ソリッドスネーク。不幸の元凶。何？2年前、お前が父を殺した時から私たちの不幸が始まった。大切なものが皆死んでいく。なのに私だけが死ねない。終わらない悪夢。私たちはそれを終わらせるためだけに生きてきた。でもようやくそれは果たされる。本当に過去を打つつもりか？誰も私を殺せない。だから私は私以外の全てを殺すだけ。まずはスネーク、お前からだ。まずい。お使命は俺のようだ。お前を先に行け。おい、俺が楽にしてやる。どうする？この女には弾が当たらないぞ。なんとかなる。この世に魔女などいない。お前なら私を殺せるとでも？お前らの不幸など俺には分からん。だがこれだけははっきりさせておく。お前の親父をやったのは俺じゃない。そんな誰ごと、誰が信じるか。ライデン行け。ボマー倒して、バンプ倒して、あとフォーチュンだけか。ジャック、お前の戦い方を見せてもらったの。思い出したようだな、人の殺し方を。それとも S3 計画の成果か？何を言ってる。オセロットが GW から S3 のデータを発見したときは驚いたものだ。だがよく考えれば悪くない計画とも言えるな。毒を持って毒を制す、スネークの兄弟である私を倒すための資格としては最適だ。 S3 計画、ソリッドスネークシミュレーション。史上最高の兵士ソリッドスネークを人為的に作り出す養成プログラム。徹底した VR 訓練によって作られた存在しないフォックスハウンドの隊員。ジャック、お前は奴らに作り直されたんだ。ソリッドスネークの模造品として。残念だよジャック、よりによって愛国者たちの道具に落ちるとは。だが私もお前を利用させてもらった。奴らの計画を逆手にとって、お前の侵入、ソリッドスネークの出現、我々の中に愛国者たちの手先が入り込んでいることは明白だ。作戦が最終段階に入る前にそいつを駆り出さねばならなかった。そのためにお前を餌に使った。ジャック、あの内戦の国で過ごした日々は真実だったな。生か死か、毎日が絶対的な現実に満ちていた。そこから逃げ出したお前が今度は虚構に操られて戦場に戻ってくるとは。いずれにせよ、つまらんごっこ遊びはこれで終わりだ。これ以上、お前を泳がせておく意味もない。わお。それなりの相手を用意してやった。さあ、
最後はせめて私のジャックとして死んでくれ。100発ある。着弾。の正体はもう私が時間を稼ぐ。その間に逃げて。どうするつもりなんだ。
死ぬつもりか。あなたの体内にあるナノマシンがあなたの生命反応を送信している。愛国者たちに向けて。あなたが死ぬと私の子供も死ぬようにプログラムされている。なんてこった。なるほど、それで部隊を私に売ったのか。大勢死んだぞ、皆お前を信じきっている。あいつらはお前の仲間じゃなかったの。仲間じゃない、家族よ。私は地獄に落ち、でもあの子だけは、いい覚悟だ。眺めだったろう、ジャック。さあ、続きを始めよう。どうした、どうなっている。えらいな、ジェダブルが暴走しています。何、たちか。わかりません。オーセロット、貴様今まで何をしていた。もう手遅れです。アーセナルの全制御システムに異常が。アーセナルが緊急浮上しています。連れてこい。死ぬぞ。捕まった。セーブしますか。はい。
ジャックよ、目覚めたか。アーセナルの AI GW は破壊された。私はお前を見くびっていたようだ。代わりにお前に答えてもらうぞ、我が息子よ。うわっ、またか。一体何を聞くつもり？彼が何も知らないことは知ってるはず。聞くのはこいつにではない。どういうこと？お前の知ったことではないな。よく言うわ。じゃあ私も好きなようにさせてもらう。アーセナルを奪う気か。私を出し抜くつもりだったの。教えたのは誰？オセロ。少し違うな。私がオセロットを使ってお前たちにそうさせたんだ。アーセナルは最初からお前たちにくれてやるつもりだった。随分と気前がいいのね。そうでもない。アーセナルギアは決して無敵ではない。護衛の量産型メタルギアも多数のミサイル兵器も陸海空の支援があって初めて機能するものだ。何の補給もなく大部隊に包囲されればただの巨大な棺桶に過ぎ、アーセナルギアを奪うこと自体に意味はなかったのだよ。あなたの目的は一体何だったの？愛国者たちのリストだ。奴らはこのアーセナルが守る GW でデジタル情報の統制を行おうとしていた。それは削除すべき情報、つまり愛国者たちの正体が GW 内に存在するということを意味する。無論賢人会議をなす愛国者たち最高幹部12人の老人たちのリストもな。それを手に入れて名簿順に消していくつもりだったってこと？アーセナルを手にした私たちが彼らの目を引きつけてる間に。そういうことだ。利用してたのね。お互い様だろう。でも GW が破壊された以上、あなたの計画も無効になったということじゃない？いや、まだ手はある。では私たちは私たちの方法を取らせてもらう。アーセナルはお言葉に甘えてもらっておくわ。純粋水爆の準備はもうできてる。核攻撃で奴らは倒せんぞ。まず壊すべきは奴らの苗床、奴らになびく愚かな大衆。奴らはその後。そうか、それがお前たちの望みだったな。止めはせんよ。幸運を祈ろう。間に合ってるわ。何かおかしい？茶番はおかしいものだろう。もう少し見ていたかったが時間がなくなってきた。そろそろ終わりにしようか。何を言っている？お前たちがここでやってきたことは全て我々が計画した演習だったのだ。演習だと？ S3 計画はソリッドスネークに匹敵する兵士を量産するための計画、そう教えてやったな。だがその養成過程はそこの小僧が受けてきた VR 訓練のことではない。ソリダス、お前が自分の意志で起こしたと思っているこのテロこそがそのための演習だったのだ。シャドウ・モセスを再現するためのな。何よ。エイムズと大統領の死、忍者の出現、そしてフォックス大を模したコンピューターウイルス、それらが全て偶然だと本当に思っていたのか。エイムズの死は奴のペースメーカーをナノマシンで遠隔操作した。
忍者の登場も私の指示によるものだ。これが演習だと気づいたジョンソン大統領は自分の役割を忠実に演じてくれたな。あのコンピュータウイルスはフォックス剤の再現だが、それだけではない。 GW から愛国者たちの情報を削除するように手を加えてあった。ソリダス、お前の目論みはとうにくじかれていたのだ。ファットマンは違う。やつはこちら側の人間。スティルマンと対決の機会を与えるという条件で雇った試験官だ。小僧の仕上がりを確かめ、本演習に進めるかどうかを判断するためのな。やつがビッグシェルを爆破すれば、その時点で演習は終了。そういうことだった。この演習に失敗は許されないのでな。どういうことだ？ある状況であるストーリーを背負わせる。そうすることで誰でもスネークになれる。新兵でも老兵の戦果を上げることができる。即席で最強の兵士。その錬成プログラムを作るためのデータ収集が目的だった。お前もデッドセルもオルガもシミュレーションを行うためのポーンとして配置されたに過ぎん。ソリダス、お前とその小僧が選ばれたのは、お前たちの関係がスネークとビッグボスに酷似していたからだ。ポーチ、お前たちがシャドウモセスでスネークと戦ったフォックスハウンドの役だ。フォックスハウンドに匹敵する異能集団はデッドセルを置いて他になかったからな。お前たちと小僧を戦わせるためにありもしない純粋水爆の話をでっち上げた。いや、それだけではない。2年前、ここでお前の親父ごとタンカーを沈めた時から計画は始まっていた。お前の夫の投獄もその一部だ。半年前のデッドセルの壊滅、解散、それを仕組んだのが愛国者たちのように見せて憎悪を煽った。お前たちは我々の思惑通り復讐に走ってくれた。全て計画だが、ソリッドスネーク本人の登場だけは誤算だった。一体誰がお前を呼んだのか。私たちの不幸が奴らの策。なぜ？お前は幸運を呼ぶ女などではない。どこにでもいる平凡な女だ。お前に弾が当たらないのは魔術でも気功でもましてや超能力でもない。全ては愛国者たちによる演出。演出？愛国者たちが開発した電磁波兵器のおかげなのだ。何の取り柄もないお前を戦場へ引き入れ、お前の親父と夫を慕うデッドセルのメンバーを操るためだった。オルガを利用したのと同じだよ。そんな。お前は愛国者たちが用意したシナリオに沿って悲劇のヒロインを演じていただけ。自分を不幸と思い込み、周りを呪って自分自身に酔っていただけだ。いつでも死ねたのね、私。心臓を外したか。弾が
思い出した。お前は心臓が右だったな。無駄だ。お前の恩は尽きた。これがその仕掛けだ。今のテクノロジーを使えば奇跡も幻想も作り出せる。データは十分に集まった。あとはこのアーセナルを回収し、研修過程で出たゴミを始末するだけだ。できるものか？この機会を待っていた。まさか、そうだ、
俺はこいつの右腕の中で覚醒の時を待っていた。オセロットに潜伏していた。うん、愛国者たちのスパイの腕の中でな。あの時もか。そうだ、俺がこいつを支配していた。スネーク、貴様の相棒にアーセナルの情報を教え、ここに呼んだのは俺なんだよ。何？俺を解放できるのは貴様だけだからな。俺はこれから愛国者たちを葬りに行く。わかるのか、奴らの居場所が。俺がオセロットの腕に寄生したのはそれが理由だ。その前に貴様ら兄弟を片付ける。ヘビは一匹でいい。ビッグボスは一人で十分だ。フェデラルホールか。何がおかしい？今日は何日だ？4月30日。そう、200年前の今日。ジョージ・ワシントンが合衆国初代大統領に就任した。まさにここでな。本来ならここで新たな国家の独立を宣言するはずだった。愛国者たちを葬り、奴らの庇護を断ち切って、この国を解放し、自由の鐘を鳴らすはずだったのだ。そうまでして権力が欲しいか？ジャック、私が欲しいのは権力ではない。私が奴らから取り返したかったのは自由、権利、機会。そう、この国が誕生した当時の基本概念。しかし今それら全てがデジタル上で剥奪されようとしている。ジャック、よく聞け。人の寿命には限界がある。誰にでも寿命はある。いつかは死ぬ。
寿命とは何だ。最適の遺伝子を後世に伝えるための猶予期間だ。親から子へと生命の情報が流れていく。それが命だ。しかし我々はこの世に何も残してはいない。親父の体細胞から作られた我々兄弟、恐るべき子供たちはあらかじめ子をなす能力を取り上げられて生み出された。命のバトンを渡せない我々は何を残せばいいのか。我々が生きたという事実、それこそが生きた証。命のバトンを渡す際、親は子に伝える DNA 情報にはない様々な情報。私は人の記憶に、この国の歴史に記憶されたいだけだ。愛国者たちはデジタル情報を統制することで己の支配と権益を守ろうとしている。私は私の記憶、私の存在を残したい。歴史のイントロにはなりたくない。いつまでも記憶の中のエクソンでありたい。それが私の子をなすということだ。愛国者たちはそれさえも我々から奪おうとしている。私は愛国者たちを倒して自由になる。まさしくサンズ・オブ・リバティになるのだ。ライデン、聞こえるか。我々だ。なぜだ。 AI は崩壊したはず。 GW はな。お前たちは一体。そもそも我々は正確には人ではない。この200年の間に様々な念がホワイトハウスという重力場で生み落とされた。40億年前、地球の海中で突然生命が生まれたように、ホワイトハウスの中で芽生え進化してきた。我々に実体はない。我々は君たちが頼る秩序や規範そのものなのだ。誰も我々を抹殺することはできない。この国が消滅しない限り我々は存在し続ける。ふざけるな。お前たちが不滅なら、なぜ支配を続けるために個人の自由を奪い、デジタル情報を検出する。ジャックって本当バカね。いいか、我々の計画は我々のためにあるのではない、君たちのためにあるのだよ。何？ジャック、耳をかっぽじってよく聞きなさい。今世紀初頭にヒトゲノム情報の読み取りが完了した。その結果、地球生命の48億年にわたる我々人類の進化過程が明らかになった。遺伝子操作をはじめとして生命のデジタル化に成功したのよ。しかし一方で遺伝子上に載っていないものがある。遺伝情報に載っていないもの？そう、人の記憶や思想、文化や歴史だ。遺伝子には人類の歴史は刻まれてない。果たしてそれは伝えるべきなのか、これまで同様自然界で淘汰されるべきなのか。私たちの先祖はそれらを語り伝えてきた。言葉や絵、文字を使って石板や書物に記録しながら。しかし全ての情報が後世に伝えられてきたわけではない。選択され、加工されて継承されてきたのだ。まるで遺伝子のように。それが人の歴史よ、ジャック。しかし現代のデジタル社会では、日々のあらゆる情報が蓄積され、些細な情報がそのままの形で保存されている。永久に劣化することはない。誰が言ったかもわからないゴミのような噂、間違った解釈、他人の抽象。あらゆる情報がろ過されず保存されて後世に伝えられる。それは進化を止める。ライデン、君は我々が行おうとしていることを単なる検閲だと思っていないか。違うとでも言うの？ええ、もちろん。私たちがしようとしているのはコンテンツの制御ではなく、コンテクストの生成。コンテクストの生成？世界のデジタル化は人の弱さを助長し、それぞれだけに都合のいい真実の生成を加速している。社会に満ちる真実の山を見てみるがいい。高価な兵器が人道的に人を殺し、犯罪者の人権は被害者のプライバシーより低調に扱われ、希少動物保護の寄付金が集まる傍らで貧困に苦しむ人たちがいる。誰もがこう言われて育つわ。他人には優しくしよう。でも競争相手は叩きのめせ。お前は特別だ。信じていれば夢は叶う。だけど成功できる人間が一部だけなのは初めから明らかよね。君たちが自由を行使したこれが結果だ。争いを避け、傷つかないようにお互いをかばい合うための詭弁。
政治的正しさや価値相対化というきれい事の名のもとにそれぞれの真実がただ蓄積されていく。衝突を恐れてそれぞれのコミュニティに引きこもり、ぬるま湯の中で適当に甘やかし合いながら好みの真実を垂れ流す。噛み合わないのにぶつからない真実の数々。誰も否定されないがゆえに誰も正しくない。ここでは淘汰も起こらない。世界は真実で飽和する。それが世界を終わらせるのだ。緩やかに。私たちはそれを食い止めてあげようっていうの。我々には支配者としての責任があるからな。遺伝子と同じく必要のない情報記憶は淘汰されてこそ種の進化を促進するのだ。何が必要かお前たちが決めるっていうのか。その通りだ。君たちが引き出すクソの山から我々が価値のある真実を選び取り残すべき意味を紡いで。それがコンテクストの生成。次の世代に伝えるものは自分で決める。それは君自身の言葉か。スネークさんが言ったことじゃないの？それが君の無能を表している。君に選択の自由を行使する資格はない。違う、俺は自分で。自分なんてものがあなたにあるの？君が思っている自分などせいぜい身を守るための言い訳に過ぎんのではないか。世間にあふれてる出来合いの真実の中からその時々に気持ちよく思えることを継ぎはぎしただけ。あるいはもっともらしい権威のもとに身を寄せて手に入れたつもりになっている借り物か。違う。うん、誰かにそう言ってもらいたいのか。よかろう、言ってやる。あなたは立派よ、ジャック。自分を確立してるもの。くそ。どうした、迷ったのか。では自分探しでもしてみるか。何も見つからないと思うけど。だがそうやって自分で作った自分にもかかわらず何か都合が悪いことが起きるとそれを他の何かのせいにする。俺のせいじゃない、君のせいじゃない。そしてまた別の口当たりのいい真実を探してそこに癒しを求める。今まで利用してた真実をあっさり使い捨ててね。そんな君に真実が選べるのか。その自由を使う資格があるの？君は自由を食い潰している。あなたは自由に値しない。世界を失速させようとしているのは我々ではない、君たちなのだよ。本来子は弱いけど無力じゃない。むしろ世界を壊すほどに危険な存在なの。そしてデジタルのテクノロジーがさらに子を強くした。それは今の君たちには過ぎた力だ。何を残すかは何をしたいか、そのために何をするかということ。あなたたちがする全てのことを私たちが代わりに考えてあげる。我々は君たちの保護者だからな。人の思いと行動を管理しようというのか。そうだ。現代ではどんなものでも数値化できる。それを実証するための演習だった。だってジャックは作られた私を愛していたのよ。そうでしょ。オスロットにも全てを教えていたわけではない。この国を支配する私たちにとってどんなに優秀でも一人の兵士なんて問題にはならない。 S3 計画とはソリッドスネークシミュレーションの略ではないのだ。正しくはセレクション・フォー・ソサイタル・サニティ、人間の意思をコントロールするシステム。それが S3 と呼ばれるものだ。 S3 の成果はスネークに似た兵士である君自身ではない。その状況を作り出すためのメソッド、それを扱うプロトコル。つまり S3 とは私たちなの。あなたじゃなく。君が経験したのはその有効性を実証するための最終試験だった。そんなバカな。ジョンソン大統領が言っていただろう。 GW とアーセナルの完成はすなわち新しい支配の完成を意味する。この演習の目的はそのメソッドの確立だ。我々は演習のモデルにシャドウモセスを採用した。ひょっとしたらあなたにはファンタジーの方が良かったかしら。あの事件を選んだ理由はそれが一つの極限状態だったからだ。 S3 の限界性能試験、これを発生、制御、収束できれば他のいかなる事象へも応用が可能だ。そしてそれは実証された。ライデン、君を選んだのにも理由がある。ソリダスの育てたチャイルドソルジャーなら他にもいる。
だが我々はあえて君を選んだ。なぜだかわかるか。君だけが自分の過去から目をそらしていたからだ。他の者は皆それぞれ自分の過去に苦しんでいるという。そう、あなたは見たくないもの全てに背を向けていた。自分のためだけに自分の見たいものだけを見てしたいことだけをしていた。そのあたりはローズ君が詳しいな。あなたは本当の私を見ようとしなかった。確かに私は嘘をついていたわ。でも本当は気づいてほしかった。だけどあなたは理解のあるふりをして物分かりがいい風を装って自分から私に踏み込もうとしてはくれなかった。私に踏み込むのは私に追い詰められてやむを得ずそうする時だっけ。それは君を傷つけたくなかったから。嘘、あなたは自分が傷つきたくなかったのよ。優しさをアリバイにして逃げてただけ。あなたはいつも自分を守ることしか頭になかった。私のためとか言ってみても本当に何かをしてくれるわけじゃない。結局全部自分のため。私のことなんか考えもしない。そういうことだ。つまり君は我々が保護すべき大衆のモデルケースとしてうってつけだったのだよ。だから君を選んだ。事実、これまで君は我々の提供するフィクションを進んで受け入れ、指示をこい、言われた通りに動いてくれた。演習は成功だ。私言ったでしょ、 GW はまだ未完成だったって。それもこれで完成。全部あなたのおかげ、ありがとう。君自身も君の経験も君の喜怒哀楽もただの副産物だ。それを作り出し制御しうることを確かめるのが目的だった。金と時間はかかったが、この成功に比べれば極めて些細なものだ。さあ話は終わりだ。そろそろ最後の演習を行ってもらおうか。ライデン、ソリダスを倒せ。もう貴様らの言いなりにはならない。それはどうかな。思い出せ、あなたが死ぬと私の子供も死ぬようにプログラムされている。ナノマシンから発信されているバイタルサインが途絶えることはオルガの子供が死ぬことを意味する。それだけではないぞ。君の大事なローズ君にも同じ仕掛けがしてある。ローズは実在するのか。もちろんよジャック、信じて。クソ、君たちは殺し合うことになる。少なくともソリダスはあなたを殺したがってるわよ。君たちの最後の戦いをデータとして収集し、今回の演習は幕を閉じる。それではジャック・ザ・リッパー、我々が作ったソリダスか、ソリダスが作った貴様か、我々の愛しい怪物たちをせいぜい楽しむがいい。ジャック、我が息子よ。我々兄弟が影の遺伝子情報を受け継いだモンスターとするなら、お前は決して語り継がれることのない影の歴史情報を受け継いだモンスター。どちらが後世に継承されるか決着をつける必要がある。いいかジャック、お前の両親は俺が殺した。お前を誘拐し戦士として、いや悪魔として育て上げた。私はお前の親でもあり仇でもある。なぜだった。知りたかったんだよ、我々が作られたものか否かをな。我々は同じなんだよジャック。リキッドやソリッドがその束縛から逃れようとビッグボスを駆り立てたように、ジャック、お前もこの私を倒し過去を清算しない限り今の螺旋から抜け出すことはできんのだ。お互い自由になるべきだよな。私には他にもお前を殺さねばならん理由がある。 GW 内にあった愛国者たちの痕跡は消された。だがその一部は今も残っている。お前の中に。何。お前の脳内にあるナノマシンとそれが作った神経配置、そこに奴らへの手がかりがある。
最後の役割だ。俺たちはシミュレーションゲームの駒じゃない。いいえ、あなたたちはただの兵器よ。戦闘機や戦車と変わりないね。なんだと。4年前に破壊された旧型はレックス、新型の水陸両用はベイ。どちらも第二次大戦中、米軍が日本軍の軍用機につけたコードネーム。あなたのコードネームライデンも日本海軍の極地戦闘機ライデンから来ている。ふざけるな、俺は兵器じゃない。どうかしら、ライデンに米軍がつけたコードネームが何だか知ってる？ジャック、貴様らは利用されて捨てられる兵器なのだ。兵器として戦場で利用される、まさにゲームの駒。兵器に考える資格はない。さあ、役割を果たせ。ソリダスを倒すんだ。どうした？はい。
生涯に一片の悔いなし。俺は誰なんだ。誰も自分が何者であるかなんて答えられないさ。お前はライデンという記憶、役割を背負わされてきた。それが本当かどうかは問題じゃない。この世に完全なるリアリティなんて存在しない。現実と呼ばれるものの多くはフィクションで成り立っている。目で見たものも脳が現実と感じた現実でしかない。じゃあもうシーズン、俺は何を信じたらいい。何を次の世代に伝えたらいい。俺たちが伝えるのは信じるもの。ビームか。俺たちが信じたもの、大切だと思えることだ。正しいかどうかではない。正しいと信じる、その思いこそが未来を作る。愛国者たちもある種語り伝えられてきたものだ。いいか、言葉を信じるな。言葉の持つ意味を信じるな。自分の名前など自分で決めればいい。自分の進む道も俺が決める。そう、それがお前自身だ。俺にできるだろうか。確かに今回お前が自分から何かを選ぶことはなかったかもしれん。だがその間にお前が考えたことを、感じたことはお前自身のものだ。それをどうするかはお前次第。これからどう生きるか。そうか。最初から名前や思い出があるわけじゃない。そして語り伝えるものも自分で決めることだ。
誰かが決めるもんでもない。そういえばそれは何だ。ドックタグ。どうだ、知ってる名前か。いや、知らない名前だ。自分の名前は自分で決める。俺の生き方も、そして次の世代に伝えることも。あいつらから学んだこともある。そうだ、この地で遠い祖先から俺たちは自由を受け継いだ。伝える自由がある、この俺でもな。スネーク、オルガの子供はどうなる。大丈夫だ、俺が必ず助け出す。お前が生き続ける限り命は保証されている。リキッドはどこに。レイに発信機を取り付けた。奴は愛国者たちの元に。ああ、だがオセロットが知らされていた愛国者たちの居場所が本当かどうかは怪しいもんだ。大丈夫だ、手がかりはもう一つある。ここに歴代愛国者たちのリストが入っている。オセロットに奪われたはず。お前に渡したのは偽物だ。このウイルスは GW の特定部分、つまり愛国者たちの正体に関わる部分のみを破壊するように作られている。逆に言えば、この中には愛国者たちとそうでないものを見分ける仕組みが入っているというわけだ。そうか、これを解析すれば彼らの居場所がわかる。俺も。いや、お前にはやることがある。伝えなければいけないことがある。スネーク、どうしたの。いや、聞いていいかな。俺は誰なんだろう。知らないわよ。これから教えてくれるんでしょ。今度は本当の私を見てね。分かってる。ここ覚えてる。もちろんだ。俺たちが初めて会った場所、思い出した。今日は君と初めて会った日。そうよ、次の世代に伝えたいことがある。生きるものは全て遺伝子を後世に伝える。赤ちゃんのこと。ああ、でも人が伝えるのはそれだけじゃない。遺伝情報に記録されていないものは
俺たちはそのことを子供たちに伝え続けなければならない。どんなこと？環境、思想、文化、歌、思いやり、悲しみ、喜び、俺たちはそれを未来に伝えるんだ。それってプロポーズ？この言葉だけは誰にも伝えないでくれ。さて、長いことやってまいりましたが、これにてメタルギアソリッド2無事完了となりました。いやー、メタルギア2はいっぱい人が死ぬね。A kiss from you to me.
アニメーターゲームコンソルトパッケージユニットアートワークタイトルデザインイラストコミック解説版カットポスターモデルゲームポスターポリスノーツ ZOE メタルギアゴーストバベルニューヨーク取材協力テスティングプロモーション協力エンディングテーマレコーディングミキシングボーカルグラフいいよ、いいなあ。プロデュース監督小島秀夫。いや最高でございました。最高。人の人生は子供たちに遺伝情報を伝えるだけじゃない。人は遺伝子では伝達できないものを伝えることができる。言葉や文字や音楽や映像を通して見たもの、聞いたもの、感じたこと、怒り、悲しみ、喜び、俺はそれを伝える、伝えるために生きる。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を、それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。人間が滅びようと、次の種がこの地球に生まれようと、この星が滅びようと、命の残りが後世に伝える必要がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなんだ。スネーク、聞こえる？僕だよ。例のディスクの解析が終了した。で、愛国者たちのリストは？もちろん見つけたよ。12人の特定人物のコードが内装されていた。その中にはフィランソロピーの出資者の名前もあった。どういうことだ？わからない。奴らどこに？それが、やはりマンハッタンにいたことは確かなんだが。どうした？12
12人ともすでに死亡している。いつ？それが100年前なんだ。奴らは一体。セーブ21回、コンティニュー29回、アラートモードは27回。はい、まあ、結構やらかしましたね。はい、デジタルカメラ、はい、プラント編、はい、はい、スペシャルってなんだっけ。ベーシックアクション、フォトアルバム、ドッグタグ、キャスティング仕様と、ムービーが見れるんだね。変えれるんだ、確か。例えばここをスネークをメタルギアソリッド1バージョンに変えたりできるんだね。でオセロットもメタルギアソリッド1バージョンの、はい、ちょっとそれで見てみましょう。こういうおまけ大好き。バージョンって感じだね。
奴が来たようだ。予定通りだな。待ってくれよ。いいね。なるほど。はい、ご覧いただいた方ありがとうございました。次回からは、メタルギアソリッド3をやっていこうと思います。はい、それではご覧いただいた方ありがとうございました。自分の一番好きなメタルギアソリッド3、はい、やっていこうと思います。どうもありがとうございました。